どうも激辛ジョニーです。今日も見逃しに火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、というわけで私福岡県大名にやってみました。いやー、はるばるね福岡にやってきたんですけども、1週間前ぐらいからちょっと福岡いるんですけども、あの雨がいっぱい降ってましてですね、ちょっと撮影どころじゃないということで、今日ねやっとちょっと雨が落ち着いてきたんで、今日からちょっと撮影していきたいかなと思います。今日はですね、こちら辛麺屋辛虎さんというね、辛い辛麺が楽しめるところを今回やっていくんですけど、まあ、辛麺といえば宮崎発祥のソウルフードなんですけれども、これ九州ね、結構福岡も宮崎もまあ割と近いですから、結構辛麺屋さんが多いんですけれども、私、ね、何回もこう辛麺食べてきましたけども、今回ねちょっとね変わり種のねちょっとトマト辛麺っていうねメニューがあるんですけども、トマト辛麺にちょっとハバネを足してねちょっとこう辛く、できるみたいなんで、今回ちょっとこちらに挑戦していきたいかなと思います。頑張ります。トマト辛麺100辛でお願いします。はい、オーダーいただきました。よし、やるか。福岡県大名にある辛麺屋辛虎大名店。辛麺に使われる唐辛子は品質の良い新鮮なもののみ使用し、深みのある辛さが売りのお店だ。辛さは130辛まで可能だが、まずは100辛をクリアしなければその先の辛さには挑戦できないとのこと。今回は100辛をいただくとしよう。まずは醤油ベースのスープ、特製ミンチ、返しを入れ、トマト辛麺のベースとなるトマトペーストを投入。続いて麺を茹で、スープに2種類の唐辛子を入れます。さらにニラ、溶き卵、ごま油をトッピングし器に盛り付けたら完成。トマト辛麺100辛のお目見えだ。ハバネロの香りがすっごいね、匂い嗅いだだけで分かる、これやばいやつ。いただきます。さあ、トマト辛麺100辛、お手並み拝見してください。こんにちは。あ、わ、はい、ということで久しぶりにこんにちは出たということで、スープいきましょう。いただきます。これは辛い。うわ、これすごいよ。麺は3種類から選べるらしいです。僕は縮れ麺を選びました。辛いです。トマトの酸味が若干こう爽やかに感じますけども、ハバネロが強烈すぎて、トマトいいね。これトマトのこれスープ、これ真っ赤っかですけど、これトマトの赤身でこうなってるわけじゃないですからね。トマトラーメンじゃないですかこれ。辛麺、ハバネロ入ってますから。これ溶き卵がこう入ってるんで、若干箸休みになるかと思いきや全然関係ない。強烈だこれ。これ麺さっき食べ終わって、今度ねこれ雑炊、はい、雑炊スタイルで食べるのがこれ通な食べ方ということで、いや汗止まんねえ。
もうちょいな。これはしんどいよ。よし、行くか。ラストスパート。ごちそうさまでした。はい。破壊力抜群。口が痛え。痛えぞ。それでは辛さレベルの発表していきましょう。辛麺屋辛トラさんのトマト辛麺。100辛辛さレベル。じゃらららじゃら辛さレベル。8でーす。になりますと。いやー、ハバネロの主張が激しいんだわ。辛いんですよ。あ、もう口も痛いし顔も痛いし、どうなってんのかということで、いやー、もうね、月数100からクリアしたということで、ね、次130から挑戦しますよ。男激辛ジョニー、本日でも行きましょうか。お便りコーナーということで、よくわからないコメントが来てるんで、紹介していきたいと思います。ペンネームペロチコさん、ジョニーをたけしのモノマネやってくれと。おいバカ野郎、おコロッケ取って。2通目ペンネームやるおやるみさん、ジョニーさんは日本語がとても上手ですが、よく来日されてるんですか？日本に住んで毎日動画を更新してもらえると嬉しいですと。日本在住では